藤田医科大学消化管内科で教授をしております大宮直樹と言います。現在カプセル内視鏡の磁気誘導の研究をしております。これ胃に見立てて中にカプセル、カプセルが入ってて、あれが胃なわけですね。そうです、これで誘導できるという。ですけどこんな大掛かりな機械が必要だってことですね、うん、これも磁気なんですか。そうです。ほうほうほう。ということで、これも何千万とする機械なんですね、なるほど。だけどそんな高い高額な機械使わなくても、もっと簡便に誘導できるのではないかと、でかつ今まで誰もやったことがないんですけど、口から肛門まで全部カプセルで内視鏡観察ができればそれは素晴らしいなと。今までもう口から飲んで肛門から排泄されて写真撮ってたわけですけど、小腸だけだとか大腸だけしか詳しく見てなかったんですけど、これ磁石で誘導させることによって特に胃の詳しい観察をして、かつ小腸も大腸も全部見て、この磁石でもそうなんですけれども、これと似たような発想のこういうペダル型のこういう小さなもので誘導するっていうシステムは今までもあったんですが、まだ臨床応用はされてなくて、でそれは胃のカプセルだったり全部はいはい、あとカプセルの中にも細工がしてあって、カプセルの中に磁石が入ってるんですね、という特殊な内視鏡 で今世界中で市販されているこのカプセルには磁石が入ってないんで、なので誘導させることができないというふうに思ってたんですが、実は工学部と一緒に共同開発したこの磁石を使えば、磁石が中に入ってなくても誘導できるということが分かって、でそれを利用して、この全消化管をなしカプセルで見てあげようという、そういうシステムを作ったわけですね。非常に人工知能がを使った研究というのが、医療分野盛んですよね、はい、非常に進歩してまして、まさにこういうカプセル内視鏡の読影を AI にしてもらうということを今これから考えようかなと思ってて、ディープラーニングで、はい、もう画像の蓄積は何百万何千万枚とあるので、あ、そんなにあるんですか、はい、もう1回撮る、全体撮るだけで21万枚とか、おお、21万、10、100、1000万、1回で21万枚ぐらい取ってるんです、これ1回で全消化が。なのでこのデータを全部使ってもらえばですねAI が全部解析してくれれば、胃のここ、こういうふうに見えると胃のここの部分だよとか、そういうことは教えなきゃいけないので、ああそういうことか、はい、ですけど病変においては教師なしでも差別化できるかもしれないですね。通常じゃないこういう群があるぞみたいなのは特徴点を見つけていけちゃう、コンピューター自身が見つけてくれた方がいいのかもしれないです。そうですよね、はい、むしろ人間じゃ見れなかったようなものまで発見できたらすごいですよね、はい、ちょっとそれが新たな発見で、あ、意外と見えるなと、意外と見える、意外と見えるというのをちょっと驚いてます。なるほど、なるほど、うん、あともうちょっと画質が良くなる、これがこれ非常に重要なことなんですけど、これ富士フィルムの、レンズが入ってるそうなんですけど、やっぱもっと良くしてもらいたいな。今私腸内細菌にとっても興味があって、どういうんですか、どうですか。腸内細菌が非常に体の、体調、あと善玉菌みたいな感じですか。そうです。いろんな病気にですね、関係しているということが言われてて、で私、この研究とは全く違うんですけど、健康な人の便を移植する糞便移植っていうのをやってるんです。そうすることでなんかすごい良くなる場合があるんですね。要するにその腸内の菌を培養するのかどうか分かんないですけど、移すと。そうですね、培養するわけではなくてそのまま移しちゃう、はい、当日出た便をそのまま入れるという。どうやって入れるんですか。内視鏡で入れるんですよ。あとカプセルで入れる場合もあるんですけど、それは欧米でやられてる、ね、そうです、そうです、高齢の人に多いんですけど、すごい下痢して、腸炎ですね、要するに、はい、そういう人は腸内細菌がすごく数とか種類が減ってるので、健康な人の便を入れるとすごい若い人と同じような腸内細菌に変わってですね、すごい元気になるんですよ。大トピックです、腸内細菌大トピックですよ今、全世界で。あ、全世界で大トピックで。大トピック。もう日本遅れてます。なるほど、いろんな分野の人と話をすると、いろんなひらめきがあったり生まれるので重要なことですよね。